皆さん、こんにちは。今回は後手番でやっていきます。相手の方は四間飛車党ということなんですけれども、四間飛車党か。角道止めてくんのかな？あ、止めてきた。なんか珍しいのでもやってみようかな。ちょっと端歩ついて様子見ちゃったりする。で、端歩受けてきて。美濃囲いではないと。ただ、これ端歩付き合った時に相振り飛車すると、若干こっちが得っていう説があるんですよね。だから相振り飛車にしちゃおっかな。なんか角とか出て。ここがついてあると端攻めしやすいので、若干こっちが得みたいな説主張していく。で、飛車回って。向かい飛車。ってことなんですけど。で、まあ、一回銀上がっといて。まあでも相手の方は、あーなんかすんごいモリモリ来てる。これ桂跳ね、あと角死ぬんかな。まあさすがにそんなことないよな。桂跳ねで銀でを受けておくと。これ相手の方ワンチャンこっから居飛車も、いやー言ってたらしてきたけど、これはまだ実は居飛車かわからなくて、あの、歩ついて銀上がって、ちょっとこの矢倉の形だけ作って、飛車を振るっていう指し方もあるんですよね。だから相手の方はまだ何かわかんないんですけど、あーなんかめちゃ角頭来る。めちゃ角頭来るんですけど、まあ今、この引き場所作ったんで大丈夫でしょう。ね。歩ついて。まあ、銀上がって玉囲こうか。角のラインに飛車が入ってるのが怖いので、どっかで飛車を一旦引きたい。ああ、で、居飛車でしたね、結局。美濃囲い。美濃囲い。で、歩ついて、生きていくと。まあ、相手の方はこの一間飛びの、一個空いた位を二つ取ってるんですけど、なんかこの一間飛びのダブル位って結構負担になりやすいんですよね。という説を提唱されてるはず。二個並びはめちゃめちゃ手厚いんですけど、この一個飛びはあんまりビジュアルが良くないっていうのはありますよね。相手の方は飛車先ついてこなかったんで、こっちはついといて、まあ、玉ぐらい入場しとくんですかね。次ぐらいに飛車引くか。やっぱ角のライン入ってると気持ち悪いんで。ただこれ飛車引くのか飛車上がるのかっていう説あるんですよね。飛車引くのも一つの形ですし、飛車浮くっていうのも一つの形なんで、飛車浮いといた方が、系統守れるから、ああ、くしゃみ出そう。次、歩突き同歩同角みたいな、攻めをした時に、この系統を飛車が守ってるので、そういう攻めが狙いやすいっていうのはあるか。で、まあ、端は受けとこう。これ銀引きつけて玉囲う？いや違う、銀引きつけたら角なられるわ。それは終わり。それは終わり。あ、銀引き。銀引き。なんとなく4筋が弱くなったからついて仕掛けてみたいけど。同歩同角。また銀上がってこう角頭狙われたりしたら気持ち悪いんかな。この銀使えへんのがちょっとだるすぎるなぁ。この銀使う動くと、角なられちゃうんで、それだるいなぁ。こういうのどうさばくの？こういうのってどうさばくんですか？久保九段を下ろすか。自分の頭の中に。久保九段を降臨させて。でもなんか指し方よくわからん。やっぱ歩突く？同歩同角。やっぱ弱くなったところ、こう銀引いてここ弱くなって、弱くなったところを攻めたいんで歩突く？でもなー、これ同歩同角で角露出するのも怖いなー。同歩同角に銀出られたら、どう生きていいのかは。マジ？
それはただで歩を取りながら、4筋っていうめちゃでかな位を奪還できるんで、これは急に良くなった気がするぞ、形勢が。あー、でもそれで角頭を攻めてってことな。いや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 、さすがにいいでしょう。まあ、どう良くするかは知らないんですけど、どう良くするかは知らないんですけどね。まあ、角頭を攻められたら嫌やから、一回角出る？まあ、でもそれでも歩疲れるんよな。いや、そうっすよね。で、同歩同銀は、銀使われて嫌。形は銀上がりで、取ったら同銀でこう、形よく銀使えるんですけど、それ最後角成りで桂馬取られちゃうんでダメですね。とはいえ、このまま放っといて歩取り込まれるのも嫌。だからま、金上がろうかな。高みのが濃い。取ってきたら、ちょっと形悪いんですけど、同金で取っといて。あー、でもそれ嫌やと思ってたら。いやー、この方、えぐいなー。これ4筋取らせたのが、実はめちゃめちゃいい作戦やった説ある。取らせてる間にこうやって5筋とか逆襲して。この金上がりは飛車回りを用意した意味なんですよね。いや、世の中そんなことある？でも、さすがに聞いたことないけど。さすがに聞いたことないんですけど。いやー、まあちょっと歩ついて、角の引き場所作ったり、桂跳ね用意する？でも飛車回られて1ミリもわからん。え、ちょっと待って。ちょっと待って。え、そんなことある？こんな暗いボロッと取れて形勢悪いなんてことある？5分。いやー、でも指し方わからん。うわー、だるいこれ。ちょっと待って。だるい案件始まってる。取り込まれたら次銀でとかもあって嫌やから一回取る？でも同銀で取られますよね。で、角引くしかない。銀とか歩とかなんかいろいろ嫌なんですけど。気持ち悪いね、これ。まあ、でも相手の方も一回、なんかどっかで桂馬で、桂馬一発で飛んじゃう形やから、なんとかならんかな。ここですね。ここでどれほどの手が飛んでくるか。どれほどの手が相手の方にあるか。めちゃめちゃ厳しい手があったらまあ当然きついですし、そこまでの手しかないのであれば耐える可能性もあるんですけど、歩を選ばれた。選ばれたのは歩でしたと。金引いちゃうんじゃ拠点残って勝てへんかな。もう気合は同金かな。でも同金って最悪同銀同角になんかベタっと銀金張り付かれるぐらいでもどう生きていけばいいかわかんないんですけど、いやー、それ生き方見失ってるか。同金は同銀で同角に金ベタって張り付かれると遅いようなんですけど、この銀狙われるとこう銀いなくなった時に角成りがきついんで、なんか金みたいな感じで銀狙われるの嫌なんですよね。いやー、じゃあ生き方見失っちゃってるか。じゃあ金引くしかない。いやー、これを耐えた歴史は見たことない。いやー、きつい。これ角出たら銀成りがあるんですよね。同銀に角成られて飛車銀両取りっていう。ちょ、うますぎるって攻めが。攻めがうますぎるんじゃ。切れるぞ。いやー、マジできついそれ。じゃあ金上がる？銀成り不正で。絶対受かってないでしょ、そんな。いや、でもそれ以外まともな受けが見えない。いやー、ノータイムで。もう筆辛抱するか。死なないように。ちょっともう時間もないから、我慢しよう。
我慢するわ。銀出てきたら一応角出れるし。それはもう同歩で、歩に角で我慢しよう。あー、それ最後角出られる。死んでそう。強すぎるんじゃ。あれ、えぐない歩あー、金、あー、いや、でもそれも嫌。これ結構えぐいものを見せつけられてる気がするんですけど、ちょっと角の引き場所作ります。角角とかそういう転換もうさっきかわしとくか。角の転換見せてこう。あんま意味ないかもしれんけど、まあでもこれ角なれるか、金逃げたりしたら。あ、そっちでそっちでねー、そっちでねーってことなんですけど、まあでも角が使えたからちょっとと勇気は出てくるんですけど、勇気出てきたところで飯食えないんで、やっぱ勇気だけじゃ飯は食えないんで、いやー世の中勇気じゃ飯食えんのよ。いや勇気じゃ飯食えん。どうすんのこれ。飛車引いて我慢。それ歩突きがあるか。いやーでもちょっとそれを刺そう。歩ついたら飛車浮いて、取って同飛車でこう使えてくるから。それやられんの？同歩で？これ引くしかないか。まあ引かされるんじゃ面白くないか。まあでも歩で我慢しよう。もう土下座土下座で。土下座土下座。土下座土下座で行こう。土下座土下座で。いやマジであれ、歩突き仕掛けたところで手抜いて位取らせてこの展開を想定するってえぐいんですけど、僕の感覚的にはなかなかグロ映像、グロ映像見せられてる。なんかもう攻めよう。同銀なら銀が2位と、同歩なら桂跳ねてみたいな。なんか叩こう。同飛車なら飛車が隠居、ほっといたら桂馬取れる。まあこれも香車取れる。取れないか、逃げられるか。いやーまあ逃げてくれたらなんか時の分得じゃない、知らんけど。圧がなんで位取り返したのに逆にこんな押されてんの。ちょっと待って。あでも待って、これ桂馬もらったら桂馬の王手飛車あんのか。角道止まって、うわーでもそこで来た。もう取るしかない。もう取るしかないんや。同桂。同桂なり同角かな。歩にもぶつけようかな。引いてるようじゃまた桂馬。まあでも桂馬には桂馬打てばいいんか。でもなんかな、歩に引いてるようじゃな。もう、なんかな。あ、香車取れたんか。よし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 。待て、でも取って同角桂馬とかあるけど。それはやりすぎよな、多分。取って同角桂馬が王手飛車ですけど、角がね、ブッチングしてくるもんな。ブッチングブチコちゃんなんで。いやーでももう時間ないし勝負手で行くか。もういいわ。なんか、飛車もらったら、飛車の王手角取りとか、そういう筋でどう？荒いねー。なかなかに荒いことしてるね。桂馬とかがきつすぎるんですけど、しょうがない。生きていくためには、致し方なし。桂馬を消すために一回歩を打つ。同金に歩。そこで引いてくれたら、あれやけど。まあ、こっちとしては、桂馬が飛んできたら、なんかもはや詰めろぐらいありそうなんで、桂馬が飛んでくる前にって感じですね。ただこれ飛車を打てば、角取れれば、桂馬から桂成りみたいな攻めも、角がいないとちょっと緩和できるんで、この角を狙う手は結構価値が高そう。なんか、剣に逃げたりしたら、香車捨てて、まあ、歩でいいか。歩捨てて同玉に飛車成るとかあるんで、いや、角を打って、いや、でも打つようじゃちょっとじゃない？打つようじゃちょっと偏重でしょう。打つようじゃちょっと偏重説あるよ。まあ、どうするかは知らないんですけど。いやー、一分とか言わないで。一回香車を打ってみた。効果のほどは、知らん。
歩を使わせて、一回辛抱次郎桂馬を消した。歩叩いて同金歩とかもあったけど、ちょっと歩切れになるのが嫌でした。あ、そこを狙ってくるの。いや、何を狙われてるの、もはやわからん。あー、手がない。あー、手があった。手がありました。これを狙ってました。これ同歩でな、角道開くのがだるいんよな。いや、だるすぎる。角道開くのだるすぎる。角道開くのだるすぎる。角道開くのだるすぎるんじゃ。強者とか打たれたら、かわすのは無理よな。桂馬とかで攻められるもんな。強者に、強者、まあ、同銀同歩なり同金で、さっぱりしちゃうか。逆にさっぱりしちゃうと、ああ、だから、強者打ってきた。ほな、桂馬で。同銀同歩がぬるい。同銀同歩の時がぬるい。って言われる。いや、説ある。説しかない。あ、ジッティング？ヤーフで？これでもちょっとおかしいんじゃない？同香で金打ちが、銀と金の、あ、じゃ、銀と銀の詰めろよ。これダブルは受からんでしょ？いや、受からんかは知らんけど、なんか受けても強者取る手があるから、いや、猛追してる、猛追してる。あー、引き！取っとく。一回強者。よし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 。よし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 。来てる。来てるぞ。あー、違う、なんで一回取らへんのバカ。それ風打たれるやん。もうしょうがない。切り替えろ。切り替えるしかない。ならずで。銀と盾が詰めろ。歩なり。これ銀なりからの詰めろ。なんかと金が働いてきそう。ワンチャン。と金働く未来ワンチャンある。と金働く未来ワンチャンある。いやー、これは詰んだ。同金は、逃げるのは今飛車なりで詰んでましたね。同金は同とで、同玉ぐらいしかないですけど、飛車がこう全部効いてるんで、頭金打てば詰みですね。ありがとうございました。皆さんこんにちは。今回は先手番でやっていきます。ちょっと鍵盤で遊んでたらいきなり相手の方来た。なんか待ち、ウォーズの待ち時間ってここがドレミファソラシドになってるんですよね。で、ドレ、三打目はドレミ、んミーフラ、んミーシャープなんかファーフラットみたいななんかそこになってるんですよね。まあ、どうでもいいんですけど、やっていきましょう。たまにそれでカエルの歌弾いて遊んでます。はい。もうカエルの歌が上手くなりすぎだー。止めてきたー。止めてきたー。止めてきちゃいましたねってことなんですけど、銀で。なんか今回初手2六歩2五歩ってついたんで、この形で右四間飛車するの、ちょっとこれが、冴えないんですよね。右四間飛車と相性良くないので、ちょっと別のこと模索していく。銀なんか上がっちゃったりして。銀なんか上がっちゃったりする。昔ながらの急戦道。たまにはこう、ノスタルジックに。ノスタルジックっていうのか。懐かしい。懐かしすぎるんじゃ、これ。でもな、これ、歩突きから攻めようとしてるんですけど、歩突き、同歩、角成りってしても、同銀って取られて、手順に2筋受けられちゃうんで、銀がここだと、ちょっと攻めにくいっていうのはあるんですよね。だからまあ相手の方は銀でここをずっと保留してるんですけど、それ嫌やな、確かに。それに対してどうするんですかね。まあ取れるくらい取っとく？取れるくらい取っといて。なんか、歩突くのはあるけど、帰ってどっかで歩突きを誘発しても嫌なので、一旦飛車を引いてみちゃったりするのも
ありなんでしょうか。いやー、意味わからんな。急戦差してなれない、差し慣れてない感がすごいんですけど、こんな飛車引き見たことないぞ。急戦の将棋で。歩突き。一回角で揺さぶってみる。あー、銀上がって堂々と。意地でもこの銀は上がりませんよと。ちょっと上がるの待ってるんですけど、全然上がってくれない。一生上がってくれないかもしれない相手の方。一生上がりませんよの姿勢で生きてこられてる。これさ、でもなんか、例えば、こうやって、一生手待ちしたら、相手の方はどうやって手待ちするんですかね。これで一生手待ちしてみるか。何この将棋。土作戦負けに見えるんやけど。土作戦負けどころの騒ぎではない気がするんですけど、多分相手100手得ぐらいしてるよな。はい、来たー。はい、これならもうなんか歩突きとか仕掛けられる。桂馬タダで捨てちゃうか。太鼓より伝われし、ポンポン桂行ってみます。ん？ポンポン桂やっけこれ。4号桂ポン。太鼓より伝わりし、奇襲行くか。この桂馬をタダで捨てるのが一応ある攻めで、同歩で桂馬タダなんですけど、角成り同桂歩突きで2筋を突破できるんで、桂損に見合ってるっていうのが、この戦法ですね。同歩同飛車で、はい、勝ち。将棋って2筋突破ゲーなんで、2筋突破できたら勝ちなんですよね。いやー、待った甲斐があった。銀上がりを待った甲斐がありましたね。いやー、角エロ。わー、ちょっと待って、角はエロすぎるわ。は、それ受け方ないやん。え、ちょっと待って、角打たれただけで受け方ないんですけど。角打って、同角なりに、同桂は歩突きで桂頭を攻められるし、同金は桂馬で金いじめられるし、ここに打って、角なりに、同玉はもう一回角打たれて、結局似たようなことなるんで、は？何それ、負け？つまりは負け？いやー、もう放置して飛車なるしかないのか。取ったら取って、でもなんか桂跳ねがな、なんか馬で竜取りみたいになるのがだるすぎるんよな。まあ最悪どっかで香車で止めればいいか。いやー、もう受からんもんは受けへんか。角打たら、打たれただけで受からんて。この囲い欠陥すぎるやろ。こいつら何してんねん。こいつらガチ何してんの。冷静に考えて、なんで昔ってこの形がいい形ってされてたんですかね。一旦冷静になりたいんですけど、どう見ても、ちょっと率悪くない。効率が。まあでも四間飛車に対して右側を備えてる意味はあるのか。まあ、取りまして。ちょっと、桂跳ねが竜取りになるの注意ね。だから、ここで歩突きが手筋で、同歩なら、桂跳ねが銀取りと、馬で竜取りっていう手があるんですけど、まあ、歩突きには同銀が受けの手筋で、桂跳ねが銀取りにならなくなるので、まあ、ちょっと対応しやすくなるっていうのはあるかな。それやってきた。これは角を打って馬を消した方がいいのか、香車を打って馬の利きを社団法人、日本将棋連盟した方がいいのか。馬の利きを社団するにしても、なんかここに香車打つのか、ここに香車打つのか、っていう問題もあるしな。むずいですね。難しすぎますね。桂馬を跳ねるのは、持ち駒節約できるんですけど、歩突きの桂頭攻めが、エロすぎるんで、まあでもこれ桂馬跳ねて、歩突き誘って、そこで角打つみたいなのある？飛車逃げたら角成りでこう馬引っ張るみたいな。そういう、ちょっとトリッキーな、はめてみたいな、こう返し、やってく？
そういうトリッキーな手って大体悪手なんよな。大体なんか相手の方に右手があって悪手っていうことが多いんで、ちょっと差し切れないな。いや、ワンあるけどな。ワンあるけどな。いや、やっちゃう？いや、怖い、桂跳ねは。桂跳ねは怖すぎる。けど、やってみるか。ちょっと温存しよう。温存してみた。大丈夫かよ。和風付き角打ちで勝負。でも、今やってこなかったとしても、どっかで来そうなんで怖いんですよね。いや、来た！もうノータイム。こういうのは気合で返す。飛車引かれる！ ったら竜取られる。それはひどい。ちょっと待って、それはひどい。それはひどいよ。あ、それひど。そんなことしていいと思ってんの？だから悪手なる言うたやん。だから悪手なる言いましたやん。だから悪手なる言うたのに。スマホ落としただけなのに。いやー、ちょっとなんか頑張る手順考えないと死んじゃう、これ。待って。真剣に頑張る手順考えないと。竜をな、馬のラインから反らしたいんですけど、それると角取られるんよな。ちょっと待って。身動きが取れないんじゃ。身動きが取れないんじゃ。ああ、違うか。なんか、桂馬跳ねて、同桂なら角成り、同金、飛車取ると思ったんですけど、桂跳ねたら取られますね、竜を。あ、じゃあ分かった。一回ここで遮断して、どう？これ。ここで遮断して、馬の利きを。取ってきたら、桂馬捨てるみたいな。ほんまかよ。うさんくさすぎる。はい。飛車取れた。これ風なられるんですけど 頭大丈夫そう？頭大丈夫そう？はい、引いて。いや、全然ある。これ次飛車打って、玉上逃げたら、竜で銀取れますからね。これ同銀でかわせるし。銀取りを同銀でかわせるんで。いや、ワンある。これ神の切り返しでしょう。ああ、それが冷静？いやー、でもそれ角打ってもらったら一応まあ、こっちも安全なし、一回飛車決めとくか。ちょっと時間ないんで、いい手かわかんないんですけど、決断よく行こう。決断よく。決断力。羽生さんの歴史的名著。決断力。これでまあ一回逃げて、ちょっと竜引きとか見せながら生きていくか。桂馬はもう無視やろうな。無視しかないんやろうな。叩いたらどうなりなん？同金？叩いたら同金？もう一回叩いて同金？なんかとりあえず悩め。悩めの叩き。悩めの叩き決め込もう。同玉？ひえー。マジ？同玉ってでも危なくない？さすがに露出して。それちょっと露出強説ない？切ないか。切ないのか？なんかないのか？何か起これ。何か起こしてください。何かを、おーい。風でどうすんの？
え、それダダーク種じゃない？は？何諦めてくれてんの？何勝手に強者捨てて諦めてくれてんの？もう訴訟。アメリカなら訴訟。これアメリカなら訴訟なんですけど。完全にアメリカなら訴訟問題になってるわ。お前が諦めようが、俺は諦めない。だって、桂打ちの王手も残ってるもん。こんなん諦められない。全然ある。私は希望を捨てない。いやー、一旦打つ？金が欲しいな、金が。金が。津波情報、マジ。これでもさ、ちょっと竜引いておかしくない？金もらえれば頭金があるんで、なんかこれ金とか売ってくれへんかな。金取って同金に頭金で積みなんやけど。ほら、金で弾くのとか、ほら銀冠できるし。いいと思う。すごくいいと思う、僕、それ。すごくいいと思うな。すごくいいと思うな。金とか。ね。金上がりとかやめてほしいな。あ、でも金上がるとちょっと飛車なり同金同竜とか、勝ちだと思ってる側としては気になるんかな。まあ、これ飛車なり同金同竜とかしたら、相手に飛車渡して、なんか銀とか飛車とかなんか積んじゃいそうなんで負けだと思うんですけど、相手の方としてはなんかちょっと完封ペースというか、相手というかこっちの攻めを全部切らして勝ちたい感じがあるので、ちょっと飛車なりとかかゆい可能性もある。で、そう思って何か悪手を、それが金打ちの詰めろなのか？いやー、まあでもそれが詰めろならもうしょうがないか。なんかこれ桂馬も効いてきてんな。いやー、もう受けもないか。金打って、全バラの全ちゃんで、詰みですか。ワンチャン取ったら同金で詰まん説ある。それ全然あるよ。頼む。何そのエロい手は。同金は、取って同玉馬引きとかで詰みか。同銀は同桂ならず。逃げんのは頭金。いやー、そっか。まあ、同金がでも一番難しい。今、逃げんのは腹金で詰みでしたね。で、取って。まあ、王手していけば詰みか。桂なり同玉銀。逃げ。金、逃げ。なんか上に逃げて耐えてるとかない？ないよな。仮にこう上がれたとしても最後強者打たれたら詰むもんな。それはなんか率悪くない？あ、ぴったりか。次は負けないんだから。ありがとうございました。はい、というわけで感想戦なんですけども、グラフはこんな感じになってます。先手番だったんで上に触れてたらこっちがいいんですけど、はい、綺麗に悪いですね。まあ、今回は、ポンポン系やってみた将棋だったんですけど、これ気持ちいいんですよね、この桂跳ね。同歩に角交換して、歩突きから2筋を突破を狙っていくという作戦ですね。まあ、今回はちょっと相手の形が十分すぎるというか、うまく、すごいいい形に組まれてるので、ちょっと無理な感じがあるんですけど、結構でも成立する局面も多くて、っていうところあるので、これ覚えとくと結構楽しいですね。これマジで楽しいよな。桂馬捨ててリード奪えると気持ちよく攻めて勝つことができるっていうのがあるので、いいですね。まあただ本譜はちょっと狙いすぎた感はあったかな。相手の方が3二銀型でずっと待ってるのに対して、ずっと4号桂を狙ってたんですけど、3二銀型に対して、こう4号桂狙っても、同歩で角成り、同銀で受けられると、
ここを受けられちゃうんで、決まらないんですよね。だから3二銀型に対してこのポンポン桂を狙い続けるっていうのは、あんまり良くなくて、まあ、かえて、まあ、どこでやるかは難しいんですけど、3二銀型は角頭が薄いので、銀出て、歩突きから角頭を狙うシフトにした方が良かったみたいですね。まあ、これなら一局っていう感じなんですけど、ちょっとな、ロマンを追い求めすぎましたね。永遠にこの桂跳ねを狙って、桂跳ねで攻めていったんですけど、まあ、今回はちょっとやりすぎでしたかね。まあ、でも、昔から伝わる戦法なんですけど、結構優秀なので、こうタイミングを見計らって狙ったら楽しいんじゃないかなと思います。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。よければ高評価コメントいただけると嬉しいです。ありがとうございました。